サウスウエスト航空1248便オーバーラン事故は2005年12月8日にボルチモアからシカゴ、ソルトレークシティを経由してラスベガスに向かっていたサウスウエスト航空1248便がシカゴミッドウェイ国際空港でオーバーランした事故である。オーバーランした機体は滑走路の先にある道路を走っていた車に衝突し6歳の子供が死亡した。 この事故は、サウスウエスト航空が起こした初めての死亡事故であり、2018年に、サウスウエスト航空船380便エンジン爆発事故が起こるまでは、サウスウエスト航空唯一の死亡事故だった。事故後修理され復帰した、事故期2005年12月8日、サウスウエスト航空百248便は、ボルチモアワシントン国際空港から、シカゴミッドウェイ国際空港を、 ソルトレークシティ国際空港を経由して、マッカラン国際空港に向かう予定だった。1248便は、インディアナ州の北西部上空を数回旋回した後、吹雪の中で着陸を試みた。この吹雪で、視界は1マイルを下回っていた。19時15分ごろ、同期は、付近の積雪が8インチ以上ある中で着陸しようと、した。空港関係者によれば、 滑走路は着陸の前に除雪されていたという。最新の気象情報では、東から東南東の風で、風力は11ノットだった。滑走路 31C のアプローチチャート南東の風であれば、通常は滑走路 13C に向かい風で着陸するのが有利となるが、事故時の滑走路し距離は4500フィートであり、滑走路 13C に、 軽機侵入方式で侵入する際の必要最低視距離を下回っていた。必要最低視距離を満たす滑走路は逆向きの滑走路 31c しかなかったので操縦士はこれを選択したが追い風のために対地速度は必然的に増加した。他の選択肢としては空中で天候の好転を待つか、または別の空港へダイバーとートすることなどがあり。 例えば飛行時間10分の1に滑走路がもっと長いシカゴヘア国際空港があった。しかし、どちらを選んでもサウスウェスト航空にとってはかなりの追加出費であり、乗客にも接続便の狂いなど大きな不便をかけることになる。国家運輸安全委員会は操縦士に当初の予定を守るように心理的な圧力がかかっていたことが不利な状況にもかかわらず、 ミッドウェイ空港への着陸を決断したことに貢献した要因の一つだと特定した。CVR の記録によれば、操縦士は天候を心配しており、着陸前には映画フライングハイのセリフをなぞって、こんな日は鼻薬をやめられないなどと冗談めかしていた。NTSB の予備調査によれば、事故機は、 全長6522フィートの滑走路の残り4500フィートの地点に設置したが、この時の天候、風、速度、機体重量の条件で動機が安全に停止するには、すべての着陸装置が適切に機能していると仮定して5300フィートの滑走距離が必要だった。NTSB の予備勧告によると、機長は逆水力装置のレバーを 格納位置から動かせなかったと述べた。数秒後に逆水力装置が展開していないことに服装重視が気づき当該装置を問題なく作動させた。FDR の情報によれば逆水力装置は設置から18秒後まで展開されず、その時点ではすでに使用可能な滑走路は約1000フィートしか残っていなかった。1248便は滑り始め、目撃弾によれば その後前輪が壊れた。機体は空港外周のフェンスを突き破り、北西にある55番通りの交差点からすぐ南の中央通り上で停止した。交差点は交通量が多く、機体は少なくとも3台の車に衝突して、車中の6歳の少年が死亡し、1台に乗っていた5人に重傷を負わせ、2台目に乗っていた4人にも大怪我を負わせた。 負傷者は全員がすぐに付近の病院に運ばれた。飛行機の乗客は3名が軽い怪我で病院に運ばれた。事故後に12名が病院に運ばれた。3台目の車は駐車中であり無人だった。国家運輸安全委員会はこの事故の原因は操縦士が着陸後に機体を安全に原則。 または停止させるために利用可能な逆水力を使用できなかったことであり、このために滑走路のオーバーランが発生したと判断した。この失敗が起きたのは操縦士たちが自動ブレーキを使用した着陸が初めてであったことと、航空機の自動ブレーキシステムに精通していなかったことにより、困難な着陸中に逆水力装置の使用から気を散らしたためである。 事故に寄与したのは、サウスウェスト航空が一到着着陸距離計算に関連する会社の方針と手続きに関する明確で、一貫した指導と訓練を操縦士に提供しなかったことに操縦士意思決定に不可欠なプログラムに固有の前提を示さなかったオンボードパフォーマンスコンピュータのプログラミングと設計三完熟期間なしに、 新しい自動ブレーキ手順を実行させることを計画したこと、4運行の不確実性を考慮して、到着評価に安全マージンを含めなかったことである。さらに、事故に寄与したのは、制動の悪さと5ノット以上の追い風成分を含む、報告を受けた、操縦士が別の空港にダイバーとしなかったことである。事故の重大さに寄与したのは、滑走路 31C の両端の安全区域が、 限られているために必要であったアレスターベッドがなかったことである。事故機は機体機号 471WN のボーイング737から700であり、サウスウエスト航空に2004年7月に納入された。次世代機を歌う737は最新のアンチロックブレーキシステムを備えていた。報告によれば、サウスウエスト航空が実際に 自動ブレーキシステムを使い始めたのはごく最近のことで自動ブレーキの適正な使用方法に関する操縦士訓練は不十分だった。NTSB が調査を開始し、シカゴ市消防局の長官は NTSB が現場検証を終えるまで機体を交差点から動かさないと述べた。事故機は調査を継続するために同年12月10日に 機種部分を平台のトレーラーに乗せて格納庫まで牽引された。現在、新しい滑走路には両端にそれぞれ少なくとも1000フィートの滑走路安全区域を設けることが推奨されており、飛行機が滑走路をオーバーランしてもその中で比較的安全に減速し停止できるよう配慮されている。ミッドウェー空港は当該規則の施行前に建設されたので滑走路安全区域はない。 本事故を受けて十分な安全区域の欠如と空港の立地状況からミッドウェイ空港にアレスターベッドを設置する是非と実現性が議論された。これに加えて市政側でも明らかに本事故を意識して空港周辺に干渉用地を確保しようとする動きが見られた。2007年。 短めのアレスターベッドの設置工事が始まり、まず滑走路 31C の終端分が2007年夏に完成した。それ以降、滑走路 04R13C22 リットルの各終端にもアレスターベッドが設置されている。シカゴミッドウェイ空港で起きた死亡事故としては、本事故から33年前に、ユナイテッド航空553便墜落事故で45人が、 死亡したほか、29年前に2件の事故で、計7名が死亡して、以来だった。1248便の事故は、サウスウエスト航空にとって、創業以来35年にして、初の死亡事故だった。この事故以前の重大事故としては2000年に、カリフォルニア州バーバンクで発生した、サウスウエスト航空1455便オーバーラン事故があり、 その際は滑走路をオーバーランして負傷者43人を出しつつも機体は近隣にあったシェブロンのガソリンスタンド手前で停止して辛くも3時を免れた。1248便の死亡者は乗員乗客ではなく地上で巻き込まれた1名だったがサウスウエスト航空は死亡事故に関わった便名を廃止するという業界の慣例に倣い、 以後帝国15時55分のボルチモア発鹿工業の便は1855便となり、後にはこの便名も別路線に転用された。その後この時刻に最も近い便は4279便と269便となったが、これらはより大型のボーイング737から800で運行されている。サウスウェスト航空はまた2006年7月に、 FAA に事故機の機体記号の変更を陳情し、同機は N286WN となった。長い修理の後、事故機はサウスウェスト航空のミッドウェイ空港にある格納庫から2006年9月に N286WN として出庫した。本事故の直接的な影響として、FAA は離着陸適性評価に向けた基準策定委員会を組織した。 2016年、トルパー,アークの勧告に基づいて FAA は、空港管理者から、運航乗務員に滑走路状態を通信するための、新しい、滑走路状態コード方式を採用した。ありがとうございます。